速ッカーの暗号通貨ニュースでございます。コインゲッコなんですけども、イーサリアムのことでニュースがありました。イーサリアムは史上最高値に達して初めて えー、3K ドルを超えましたということですね。まあ日本円で言うと30万円を超えて今35、6万にいってるわけですけども、まあ私はこれ100万ぐらいまで行くと思ってますんでね。まあその理由は様々あるんですよ。そのことがこちらのメールにも書いてあります。多くの人がイーサレムの上昇は金融ユースケースのプラットフォームとしての受け入れの高まりなど無数の要因にものだと考えております。私も同じですね。ポジティブな価格行動は EIP1559 全体的な供給を減らすそして 最終的にはイーサリアム2 0フルオブステークスモデルへの移行を含む今後のアップデートグレードにもリンクされているということですね。まあ、7月にはガス代金、要するに、えー、イーサリアムの送金手数料がですね、安くなるということもあって、ますます流動性は高まるんではないかなっていうことを見越しての先物買いかなと思いますけどもね、えー。で、記事に戻りますと、本日のニュースではあ、バークチャーはビットコインを嘆き、えー、メタマスク、ユーザーは新たなフィッシングの試みに直面し、 えー、スパータン、プロトコルがハシキングされましたと書いてますね。ここはちょっとイーサリアムとあまり関係ないところですけどもね。さらに読みたい方は次をクリックしてくださいということでしょうか。ではね、イーサリアムの価格を確認してみます。本日5月4日深夜2時38分で、 35万7967円ということで、このまま、まあ、とりあえずは40万円に向かうのかなと思ってます。繰り返しますけど、私は100万円ぐらいまでは手を緩めずにですね、イーサリアムを見ていこうと思いますので、まあ、買いましゃしないまでもですね、まあ、20万円以下で買った時の、このイーサリアムの価格がかなり生きてくるかなと思ってます。で、一旦100万円に行くと、もうそこで落ち着くと思いますんでね、えーまあ、これから200万300万目指すっていう要因はちょっと見つからないかなと思います。他のコインがイーサリアムの優位性を奪っていくような気がするんですよね。 はい。では、こちらがですね、イーサリアムの直近30日のチャートですけども、しっかりとした右肩上がりで、えー、特に大きな下落はなく、ボックスを挟みながら進んでますよね。真ん中のあたりがボックスです。えー、と、どの辺かと言いますと、まあ、この辺ですね、うん。ちょうどね、30日足の2つ目の30日、10日ですね。うん。前中5と分けるとしたら、前半の10日間、中盤の10日間、後半の10日間、 伸びが明らかなのは後半の10日間になってます。最後にチャートをマックスまで伸ばしてみます。イーサリアムが上場してからというものを真ん中あたりでですね。 ちょうどそうですね、17万8万円を超えたあたりがあったんですけども、そこから大きくまたね、収束して、えー、価格っていうのはね、1万5千とか2万円の時代がありましたよね。まあ、そこでしっかりと変えた方っていうのは今、大きな恩恵に預かってるんではないかなと思います。このように40万を目指しても、天井知らずで上がっていく、いわゆるアイトレンドをね、えー、成なしているかと思います。垂直トレンドと言いますかね。 さあ、これからイーサリムが本当に100万円いくんでしょうかどうでしょうか <laughs> まあ、いろんな予想があると思いますけれども、私はまあ100万円と決めてから、ああ、いろんな分析してますけども、まあ、そのね、100万円に向かう、う要因が固まるばかりでね、えー、本当に頼もしいなと思ってます。ただ、この価格から買うのはあんまりね、美味しくないと思いますよ。仕込み時はすでに終わったと考えた方がいいんじゃないかなと私は思ってます。まあ、ここからイーサリムを買うぐらいだったらちょっとね、別の通貨を見ていくか、うん もしくはですね、もう分散型金融ディファインの方を見据えてイーサリアムを買っていくってことになるかなと思いますけども、いずれにしてももうちょっとチャンスは残したんじゃないかなって気がするんですけども、いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。